今回は運営さんに届け私のアップデート要望というわけで今回は普段私がモンストプレイしてて、いやーここ気になるなーっていうところを運営さんにいろいろお伝えしていこうかと思います。あとね、4月29日今度やるでっかいモンストニュースで何かしらのアップデ、もしかしたら言ってくれるかなーっていう期待もしてるんで、まあ、そこの予想兼運営さんに要望お伝えみたいな感じね。まあ、ただアップデートに関しては最近来たばっかなんで、もしかしたら言わないのかもしんない。一応去年のこういうでっかいイベントやった時はウェルカムクエストの実装だったりとか、あとはなんだっけ、タマシリーズ爆絶追加だっけ、なその辺もやってたりしたんで、もしかしたらそのアップデートやりますよとは言わないけど、なんか将来的にこれは直しますよみたいな、今はやんないけど後々期待しててねみたいな言い方、もしかしたらなんかしてくれるかもしれないで、ちょっとそこの未来への期待も含めていろいろお伝えしていこうかなと思います。で、私はね、あの運営さんにリセマラを直させた男とコメント欄で言われたり言われなかったりするんで、まあちょっとリセマラは直してくれたから、なんか他にも言っておけば直してくれるかもしんないということで、いろいろ普段私がモンストで気になっているところいろいろ言っていこうかと思います。でね、前回確かこういう感じの動画撮った時に確か言ってたことがいくつかあるんですけど、あ、それがね、ちょっとここにはないな。あのウェルカムクエストをもっと早く終わらせられるようにしてるし、5分とか10分ぐらいでさっさと終われるようにして、リセマラ新しく新規で始める人簡単にリセマラできるようにしてほしいなーっていうのは私ちょこちょこお伝えしてるね。今のウェルカムクエストって確か30分ぐらい最低でもかかるから、まあもっと楽にしてほしいなっていう要望ね。あとはもう2年前ぐらいからずーっと言ってる守護獣のもう周回のクソさ、もう私最初だけやもん頑張ったの。なので、まあ、ちょっとこれもなんとかしてほしいなっていうのは私も常々思ってる。みんなも絶対思ってる。だってもう16体あるんだから、もうちょっと全部やれとは言わないけど、昔のやつぐらい周回楽にしてくれてもよくねっていうのは私すげえ思ってるね。なので、まあモンストの日になんか適用したりとか、なんかドロップ率2倍とか、なんかコラボの時にしてるじゃないですか。あれをもう早やってください、本当にお願いします。で、神殿に関しては確か前回言ってきた動画振り返ってきたけど、これね、あの特急くらいはもうなんかいろいろ言われてるけど、とりあえず私はもうちっちゃくていいから、とりあえず特急はつけてもリセットされないみたいな、ちょっとそれぐらいはやっちゃってもええんじゃねえのかなって昔言ってる。まあそんな感じで、まあこの私の言ったのそのまま反映しなくてもいいけど、何かしらもうちょっと神殿楽にしてくれてもいいんじゃねえのかなっていうのは思ってるところね。あとはこれだ、あのソロでプレイしてる時にマルチだと順番並べ替えられるけど、ソロって無理じゃないですか。もう絶対にフレンドは4枠目だし、まあ自分もこうやって、もう、まあここは変えられるか。まあフレンド4枠目とかを、まあ自由に2枠目に持ってきて、自分の例えば持ってる即必殺のキャラとかを4枠目に持ってきて、最速で SS を回せるようにするっていうのとか、そういうところはね、やっぱ、その、ソロでプレイするときは私結構気になる部分になってる。なので、まあこういうソロでの順番入れ替えとか、あとは欲を言えばステイもできるようになると、やっぱ戦略の幅広がると思うんで、ダミオのないキャラ連れてってソロでもステイできるよみたいな。ただそういうのもできるようになると、まあ攻略の幅広がったり、面白編成とかもできるようになったりして、ちょっと楽しくなると思うんで、やってくれたらいいなと思います。で、こっから先は、まあ普段、前回の動画とかで私言ってなかったことになってくるね。じゃあまず一つ目。あの、爆絶とか、超絶とか、もっと最新のやつつけてくれません？あの、もう正直、書庫にあるクエスト古すぎ問題。これ今、最新が魂シリーズなんですけど、魂シリーズ実装されたのって、確かね、4年前だったか5年ぐらい前なんですよね。マジで、今、書庫でいつでもプレイできる爆絶、超絶魂と、この、何、スケジュールでいる奴ら。マジで、あまりにもずれすぎてる。もう正直、使ってみた動画するときも、いや、もっとな、いいクエストあるんだけど、今、ねえし、みたいな。書庫のクエスト古すぎやろ問題とか。もう皆さんもね、YouTuber の使ってみた動画で、もう、エデンとかで使ってみたとか、もう、見慣れまくってて、ちょっと飽き飽きしてませんか？なので、まあ、もっと、いろんな超絶とか爆絶、もう、1年前ぐらいまでは、ちょっと坂も、それぐらい結構、もう、たくさんドカドカ、追加してくれてもいいんじゃないのかなって思うんですよね。あとはそれやることで、例えばグランディオーソとかの、ああいうエクストラ系の、例えば出現率2倍とか、そういうイベントとかも新しくできそうだし、そういうところで、ちょっと爆絶とか超絶、まあ欲を言えば、豪絶とかもあったらいいなと思うけど、そういうところも結構追加してくれると、ありがたいかなっていうのは、すげえ思うところになってるね。
まあ、書庫に関してはこんな感じかな。とりあえず使ってみた動画の幅、マジで私、広げたいなと思ってて。もうちょっと飽き飽きさせたくないしね、皆さん。で、次。モンスターボックス系の検索に関して、やっぱ私ね、結構思うところあるんですけど、まずやっぱり、コラボで検索できるようにとか、例えば、ワンピースとかで検索しても、何も出てこないですか。自分のワンピースコラボで持ってるキャラ何だったかな、みたいな。これ確かパズドラさんがね、できてたはずなんですよね。だから、そういうのも、なんかできたらいいなっていうのは、すごい思ってるよ。コラボ名で、そのコラボに関連するキャラだけがこうやって出てきてくれるみたいなね。そうすると、まあ一応、そのコラボ中に、例えばモンスターボックスから自分の持ってるキャラの、その例えば運極作成状況とか、ガチャゲンの持ってる状況とか、これも一括で見れるようになるんで、まあこれもやってくれたらいいなと思ってる。あとはね、私ちょっと思ってるんですけど、例えば、属性とかで見たいときに、これ、まあこうやって属性とか変えていくわけなんですけど、これ、私ちょっと手間だなって思ってますね。表示順変更、属性を押す、決定を押す。いや、この手間ね、まあ気にならない人は気にならないけど、私気になる。なので、ちょっとこれもうちょいこうやってほら、スライドした時に、この上に検索ボックスの、ここにね、属性つけてほしいなって思ってますね。ここで、あったらここでポチッと押したら、もう、非属性だけですよとか、ここで上げて、ただ真ん中でこうやったら、非属性で、ここ非属性ポチッと押したら、非属性だけになりますよとか。これね、ワンタッチで、できるようにしてほしいなーっていうのは、私、結構ね、なんか検索ときに、例えば、なんか新しいキャラ、光属性で、降臨キャラごちゃ混ぜにするとかの時に、この、一手間がね、めんどくせえなって思っちゃうタイプなんですよね。なんでこれも、直してくれねえかなと、私は思ってます。で、あと、これ、最後に伝えておこうかな。SS の内容で、なんか並び替えというか、絞り込みとかが、できるようになってほしいなと思うんですよね。例えば壁ドンのキャラクター何いたっけとか、あとは味方にバフを振りまくキャラクターって誰がいたっけとか、なんかそういうのをね結構気になってるんですけど、ぶっちゃけこんなんモンスト長いことやってても私わかんねえんだから、なんかモンスト本当に初めて1年です2年ですってなんて、昔のキャラクターの SS なんてわかんないじゃないですか。でも一体一体こうやってステータス開いて、あれこのキャラの SS なんだろうみたいな見てくのってすげえ大変じゃないですか。だからそれできるように、なんかこの並び替えでも絞り込みでも、なんか SS の内容で検索自強化だったり壁ドンだったり、まあコラボだったらこのコラボの SS みたいな感じで、ちょっとそういうのもできたりできるといいんじゃないのかなっていうのはすげえ思ってるところね。まあそんな感じかな、検索関連だと。で次がフレンド関連のちょっと私気になりポイントね。これね、まあいろいろフレンド枠を増やしてほしいとか、なんかいろいろコメント欄とかでも言われてるけど、大元をたどれば自分の欲しいフレンドがいないっていうのが一番の問題点だと思うんですよ。だから、例えば、フレンドを検索するとかで、まあ、これ今フレンドのもう ID 入力するしかないけど、例えば、ここにキャラクター名を入れて、それで検索できるようにできる。例えばここで、まあ、今できないけど、例えばリムルとか入れて、リムルを出してるフレンドさんを今検索するみたいな。そういうことがね、できると、結構解消されるんじゃないのかなっていうのも思うんですよね。あとは例えば、なんだ今、ちょっと待って、なんか、適当に書庫行って、例えば、じゃあ、ちょっとビーラ行きますと。で、ビーラで、今、フレンドに、例えば強いキャラが、まあ、ソロモンとかいるけど、例えばソロモンがいなかった時に、こういうところで、ここに検索ボックス、ここに1個追加して、この上に、この辺に追加して、ソロモンって入力することができたら、その、自分のフレンドでソロモン出してる人とかじゃなくて、全く関係ない、知らない人とかでも、フレンドでソロモン出してる人が出てくるよみたいな。なんかそういうことができるようになったら、多分もうフレンドの問題は大体解消されると思うんですよね。だから結局、自分の欲しいフレンドが出てないということが問題なんだから、そういうところで、なんかこういうところで検索して出せたりとか、フレンドを選ぶ場面で検索して、もういろんな人の出してるフレンドからソロモン引っ張ってきたりとか、なんかそういうことができたりすると、多分フレンドで文句言う人っていうのはかなり、減るんじゃねえのかなっていうのは、私、思ってるんですね。まあ、多分結構プログラム的にできるか分かんないけど、それ、できたら嬉しいなと思います。で、あとは、モンスポットね。これちょっと開いたら私の住所バレるんで、これやんないけど、モンスポットで一個気になることがあって、それがね、通った時に、例えば四方が欲しいって時に、例えばいろんなとこ移動しながら、四方こうやってくね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 探していくじゃないですか。でも、めんどくさいじゃないですか。あと、車とかで移動中、バスとかで移動中とか、まあ移動中に、毎回毎回開いて、確認して、ああ、この付近に、なんか、四方がねえや、みたいな。めんどくさいから、例えば、四方が欲しいっていう設定をしといたら、この、
移動中に四方のスポットをこうシュッて通ってくれたら勝手に拾ってくれる機能みたいな。そうするとね、まあ車で運転、バイクで運転、特にそういう、まあ自分で運転する系ね、そういう人たちがすげえなんか事故りにくくなって大丈夫みたいな感じになる気がする。いや、私いつか出ると思うんだけどな。あの、モンスポット探してたら事故りましたみたいな。いや、恥ずかしいだけで言ってないかもしんない。まあもしかしたら探せばそういう人はいるかもしんないんで、まあそういうなんか通っただけで目的のスポットを見つけたら勝手に拾ってくれる機能なんかあったらいいなーって私すげー思ってますね。で、あと、選べるベルで私ちょっと直してほしいポイントが一個ありまして、これ選べるベル使うとき、このなんかその選択場面でベル使えるじゃないですか。でも、あの今、スーパーショートカットっていう機能が追加されたから、神殿周回してるときにベル切れました。で、例えばこれキャラ選択します。で、この画面来ます。でも、この画面のどこにもベル使う画面がない。正直私、ここにベル使う画面が欲しいんですよね。例えば今これ、まあ、神殿周回してました。神殿行こうと思った。あ、これベル切れてるわ。って思ったら、この画面からじゃダメなんで、もう一回クエストをして、神殿をして、ベルをして、まあ、これで使いますみたいなことを行かなきゃいけないですか。結構めんどくさくない？私、神殿周回してるときに、これちょっとめんどくせえなって思っちゃうんですよね。だから、ここを押しただけで、で、まあ、フレンド選択する。この、まあ、この辺ぐらいに、ベルの画面つけといて、なんか、ベル使えますよみたいな。これやってくれると、私、スーパーショートカット中も、いろいろ使えるんで、楽になるから、これ、お願いします。やってくれたらいいなと思いますね。で、あと、訓練場に、これ、まあ、今、豪絶と、超究極、超究極、風があるけど、私ここにね、近畿と天馬が欲しいっす。いや、ほんとに、使ってみた動画とかで撮りてえのに、撮れないんですよ。だから、今、実装されたばっかの、獣神化ガーネットね、私使ってみた動画出してないんですけど、もう、このキャラマジで天馬8で使いてえのに、天馬8ねえんすよ、今。もう、運営さんは使ってみた動画で、余裕で私天馬使えますもんね、みたいな、なんか自慢アピールしてるけど、私たちできないですよね。で、いざ使える時になった時は、もういろんなキャラがいるから、え？今更ガーネットの動画なんてフリーよ。みたいな感じの、ちょっと雰囲気になりそう。やっぱ鉄は熱いうちに言って、モンストは、モンスターは実装された時に使え。だから、やっぱいつでも天馬と近畿はできるようにしておいてほしいなっていうのは、すげえ思ってるところなんですよね。あと、これってさ、例えば、登れなくてもできるじゃないですか。例えば、天馬9の新しいキャラクターなんか追加されました。でも私、天馬1とか2とかまでしか行けませんとか、天馬やりませんっていう人も、訓練場でそういうのがあったら、階層を無視して、お試しでプレイできるじゃないですか。だからそういうのもね、あっていいんじゃないのかなっていうのは、私思うところ。まあ、買ったらなんか、ちょっとしたアイテムもらえますよっていうのもあったら、結構嬉しいなと思うね。まあ、当たり前だけど、訓練場で、アーキレットとか出ないように設定していただいて、そういういつでも天馬とか近畿はできるようになったら嬉しいかなと、私は思ってるかな。で、あと、ワクワクステッキでね、私ちょっと気になりポイントがありまして、それがね、特M とかの移行させた時に、これ、ワクワクミンも合わせて使いたいんですよね。これ結構思ったことある人いるんじゃないのかな。こうやってミンを例えばこうやって移動するときに M じゃないですか。でも M を移行させるっていうことは大体ね、 L まで底上げする予定の時が私は多いんですよね。なのでもうこの場面で移行させたときにワクワクミンも合わせて使いますかみたいな、そういうことはなんか聞いてきてほしいなっていうのはすげえ思う。いや、これは多分ね、私、プログラムよくわかんないけど、そんなに難しくないと思うんですよね。なので、ちょっとステッキ使ったら合わせてワクワクミンも使いますかみたいなのは、やってほしいかなって、すげえ思うかな。で、あと、コラボ全般に言えることだけど、証つけたい。本当に、証つけたいの本当に、もうなんかたまにね、なんかお父様だっけ最近あったの。お父様ではなんか、なんだっけ、その、なんか頑張ったら証つけられるよ、みたいなのあったけどさ、なんかたまになんでこういうことすんのかなみたいな。もう全部やってくんねえかなって。私ちょっと思うところね。ほら、最近特にさ、ドロップ率2倍とかの、特にリムルとかああいうので、なんかその、周回がすげえ簡単になってるじゃないですか。ぶっちゃけガチったら、1、2降臨で運極っていうのも、普通にできるんですよね。だからそういうので、なんか、すぐ周回終わっちゃうのもったいないから、証つけられるようにしてもいいんじゃねえのかなっていうのは、思ってるところ。ただまあ、ガチ勢とエンジョイ勢で差ができちゃうから、なんか、うわ、超究極のカラなのにこいつ、証つけてねえ、雑魚じゃんみたいな感じで思われて、蹴られる可能性もあるから、ちょっと、一長一短な部分は、
あるんですけど、ただまあ最近やっぱ豪絶が最強の時代じゃないですか。その中でやっぱ進化とかのこういうコラボキャラが戦っていくには最低でも証はないときついかなっていうのはすげえ思うんですよね。なんかもう本当に勝てないもん。もうだってね、レベル120、挑戦権も解放できる。で、両方とも友情コンボ等倍。こんなんに、基本的に、やっぱ進化のキャラクターは太刀打ちできないよね。なのでやっぱ、そういうところでいろいろ、ちょっとコラボキャラに証もつけられるようにしてほしいなっていうのは、私すごい思ってるんで、よろしくお願いします。で、あとはね、やっぱ、未開ですね。終わっていいんじゃないのかな。もう50いったら、ちょっと一回未開はストップして、もう報酬大体似たようなものでいいから、もうちょっと変えてもいいんじゃないのかなって思うんですよね。だってこんなん、例えばこのテラスミスとかも、今モンスト始めた人って多分ゲットできるんで、本当に1年後2年後とかになると思うんですよ。だからもう時代遅れじゃないですか。1年後2年後にこの性能生きてるかって言われたら、まあ生きてないと思うんですよね。だからまあ一回未開はなんかで止めるか、なんか追いつく手段、そのいろいろ報酬はカットされるし、あのクエストの難易度も激増するけど、まあそのそれでも追いつきたいよっていう人には追いつく手段なんか用意してあげるとか、もう一回もう未開自体をリセットして、なんか新しいコンテンツに一回仕上げるとか、それはもうやってもいいかなっていうのは思うんですよね。特に例えば未開とかだとさ、例えば最近ウボサスラアルファってこれ追加されてるけど、ぶっちゃけもうあと何ヶ月 ?4 ヶ月したら私もこのキャラ倉庫版確定扱いになっちゃうんですよね。だからそういう未開を楽にできるキャラクターみたいなのを追加しても、まあ単純計算で10ヶ月経っちゃったらもう倉庫版確定なんだから、やっぱちょっと運営さんの商売的にも良くない。せっかく実装したキャラもう10ヶ月で終わりになっちゃうんだからね。なのでまあ一回なんか未開はちょっと別の新しい形のコンテンツにやってもええかなっていうのはちょっと思ってる。まあこれからやっていくとしたら多分天魔の追加か、まあそれぐらいしか多分新しいコンテンツの毎月のコンテンツでやることってないんだから、多分未開を一回消して、まあ消すっていうか、なんかそのチャレンジ系の方に持っていって新しいなんか毎月のコンテンツをまた作り出すっていうのも一つのなんか選択としてありなんじゃないのかなっていうのは私思うところになってますね。なのでこれよし聞いていただけたらと思います。であとね、あとこれ私言いたいところが、あれあのパンデモニウム、これ超究極サイまたやってくんねえかなって思ってる。これまあちょっとあの実装当時確か5属性を全部20体ずつだったから、まあ適正1属性を持ってない人はマジで地獄だったから、これはちょっと改善しなきゃいけないんですけど、あの超究極サイっていうコンテンツ自体は私すごいいいものだと思ってるんですよね。同じ属性で5属性使わなきゃいけないから、いろんな倉庫版のキャラがめっちゃこの時は出張ってきたんですよ。だからあのまあ5属性やれたりなきゃ、例えば3属性ガチればなんとかなりますよとか、なんかそういうのやっていただいてもいいし、そういうのでなんかいろんな倉庫版のキャラ一時的にでもいいからいろいろ引っ張り出せるようなイベントやってほしいなっていうのはすげえ思う。まあ今んとこやってきたコンテンツで良かったのは超究極サイだったから、もう一回これやってくんねえかなとも思ってるけど、まあなんか新しいコンテンツ思いついてたらそういうのでも全然いいかなと思ってるね。ていうかこれの復刻とかねえのかな。私それもちょっと疑問なんですよね。だって今パンデモニウムも割とブイブイ言わせてる感じのキャラだから、これ復刻したらそれなりに需要あると思うんですよね。半年ぐらい経ったら、もうなんかショコとか、なんかチャレンジ系のところに追加して、まったり運曲作ってくださいねとか、そういうことやっても全然いいと思う。コラボは、まあ復刻できないのはお金の問題とか、版権の問題とか色々あると思うけど、モンストのオリジナルコンテンツの復刻なんて、めっちゃ余裕なんだから、これ、全然やっていいと思うんですよね。なんかあの時頑張った苦労が無駄になるやんみたいな、多分そういうこと言ってくるガチ勢の方もいらっしゃるけど、もう、初心者の人に目を向けるんだったら、やっぱこういうことは割とパパッと1年後とかにやってもいいんじゃないのかなっていうのは私すごい思うんですよね。なので、ちょっとそういうこともいろいろ言っていただけたらと思います。まあ、とりあえず、私が今思ってるのはパパッと言ってきたのはこんな感じで、まあ、もっと掘り下げていったらいくらでも言えるけど、まあ、そしたらもう1時間とか30分とか余裕で話せちゃうんで、とりあえずこんな感じで何かこの中のなんかできるやつやってくれたらなと思います。あと皆さんも多分書いてくれたらこういう系の動画運営さん見てるって言ってたんで、コメント欄に私はこういうのここではガミ君言わなかったけど私これ気になりますみたいな言ってくれたら、いや直すとこもあるんじゃないのかなということで終わります。ごきげんよう。運営さんいらっしゃいます。久米原さんお願いします。